皆さん受動体行ってみたいと思います。さあ、カッコ1番ご覧ください。もちろん今から受動体の話、それを進めていくんですが、受動体の皆さん基本ですよね。この矢立ちとスタディの再生リスト、それの受動体のところでじっくり勉強なさっていただいてもよろしいかと思います。一方カッコ2ですね、今からお伝えする情報、気温プラスアルファ、そういう情報をテンポよくなるべく短時間でまとめます。元よずみ講師が分かりやすく説明しますからね。皆さん頑張っていきましょう。さあ皆さん、まずはこちらから受動体を学ぶことで何が得られるのかということで、例文の一つ目、 The doctor examines the patient、 まあお医者様は患者さんを診察した。皆さん、これを受動体に直してくださいと言われたら、まずは文型の確認ですよね。 doctor 主語、 examine 動詞、あと皆さん、 examine 自動詞、他動詞、診察したよ、誰をということですので、他動詞よって、ペイシャントは目的語ですよね。で、皆さん、受動体直せと言われたら、この目的語にある表現を主語に移動させればよろしかったですね。あとは動詞を B 動詞プラス過去分詞、そしてまだ触ってない主語、それに by をくっつけて、こういう感じですよね。で、皆さん、受動体はこれで完成ですが、さあ、こっから何が得られるのかということで、もう一回動詞を見てくださいね。examine 他動詞ということは、後ろに目的語が必要なんですが、見ての通り前置プラス名詞、そういうものを M と呼びましたね。つまり就職語ということは、こちら他動詞の後ろに目的語はないですよね。ですから、この上の能動体、これをご覧いただけますと、他動詞の後ろは目的語ちゃんとあるんですよね。ですから、受動体になった瞬間、他動詞の後ろに目的語ないですよね。ですから皆さん、まとめます。他動詞の後ろに目的語がない場合は、皆さん、この形ですよね。受動体にすればいいんですね。もしくは、examined のこの形、過去分詞ですよね。ですから皆さん、この矢立ちとスタディ、いろんな大学の過去問演習、特に文法の演習たくさんやってるんですが、この他動詞の後ろに目的語がない、そういう時に受動体にしましょうね、もしくは過去分詞にしましょうね、という原則むちゃくちゃ使うんですね。で、もちろんこれを使った例題、それを下に書いてみました。皆さん、あの空所のところに入れる選択肢、3択の中から選んでください。選択肢はこちら。さあ皆さん、制限時間3秒で考えていただきましょう。お願いいたします。皆さん、どの選択肢でもですね、出だしが compare、 自動詞ですか他動詞ですかと言われたら、比較したよー、なーにょーということですので、他動詞ということは後ろに目的語ありますか。皆さん、見ての通りでございます。どの選択肢を見ていただいても前置詞があるだけですよね。ですから、この原則、他動詞の後ろに目的語ない場合には受動体、つまり過去分詞にすればいいんですよね。ですから皆さん、選択肢、過去分詞を選ぶと3番が正解ですよね。もちろん1番と2番 ing になっておりますので、×で、選択肢3番の ed、 過去分詞になっておりますという感じで解けるんですね。ですから、この後画面を切り替えてですね、もう少しお話は続けるんですが、他動詞の後ろに目的語、それがない場合は受動体、これを押さえれば得点上がりますからね。ですので、スクリーンショットする方はぜひどうぞ。もちろんノートを取ってもですね、大丈夫ですからね。では次の画面に行きまーす。さあ皆さん、受動体、問われるところはあと3つ、これで完結させますね。さあ皆さん、例文の3、空所のところに入るもの、2択の中から選んでいただきましょう。選択肢はこちら。さあ皆さん、制限時間3秒で考えていただきましょう。ではお願いいたします。さあ皆さん、選択肢をご覧ください。インフルエンスは自動詞、他動詞と考えていただいてもいいんですが、皆様、空所の右側に場合がいますよね。で、皆さん、気づいてる方もいらっしゃると思います。先ほどの受動体の書き換え、そこでも場合が出てきましたよね。皆さん、こうですよね。そうです、場合は受動体、その目印ですよね。ですから正解は2番ですよね。ですので、タイトルをご覧ください。前置詞場合と言われたら、受動体のサイン、これを知ってると得スピード上がるのでおすすめです。さあ皆さん、例文4番、これも選択肢2つの中から適切なものを1つ選んでくださいね。さあ選択肢はこちら。さあ皆さん、制限時間3秒で考えていただきましょう。ではお願いします。さあ正解は、もちろんどちらを選んでも完了形ですよね。で皆さん、完了形の能動体、ハブプラス過去分詞、一方受動体と言われれば、ハブビーン過去分詞、そうです、ビーンがあるかないかですよね。皆さん、プロポーズ意味なんですか。提案したよー、なーにょーということで、他動詞。じゃあ皆さん、後ろに目的語あるのは前置プラス名詞、つまりは M ということは、他動詞の後ろに目的語がないですよね。さあ、あとはさっきの原則、他動詞の後ろに目的語なかった場合は受動体ということで、正解は2番ですよね。ですから皆さん、完了形、能動と受動との区別の仕方、分かってる方はいいんですが、
ちょっと心配だという方にはこの表現 being があるかないかですね。これを基準に考えてください。さあ最後は例文5番目、こちらも選択肢2つ、その中から選んでくださいね。さあ選択肢はこちらでございます。制限時間3秒でどうぞ。ということでポイントはこちら。気づいている方もいらっしゃると思います。 find と found、 find は見つける、 found は創設する、過去形と過去分詞、そこの見極めが問われますよね。さあ皆さん、あの find、 過去形と過去分詞 find found found、 じゃあ皆さん、いの found、 found found it found it、 綴りが違いますよね。そしてもちろん find と言われたら見つけたよー、なーにょー、ということで他動詞。一方 found は創設したよー、なーにょー、ということですので他動詞。じゃあ皆さん、後ろに目的語は前置詞プラス名詞なので M ということで目的語なしですから、他動詞の後ろに目的語ないので受動態ですよね。もちろんどっちも受動態ですから 1,2 どっちも正解となった時に最終的には意味ないようですよね。もちろん主語は施設または学校ですから機関、そういうものが来ておりますので正解は2番ですよね。こちらだったら創設する、意味内容上バッチリですね。ですから find と found、見間違える人がいらっしゃるので大学側は好んで出します。もちろん真ん中の完了形、能動受動の判別ですね、苦手な方がいらっしゃると、それを見越して通ってきます。ですので前置詞 by、 これは受動でのサイン、3つ合わせて要注意ですね。ということでスクリーンショットする方はぜひどうぞ。もちろんこの後ノートですね、撮っていただけますと幸いです。ということでノートを取った後はこれ赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということでまた1週間頑張りましょう。